はい、おじでーす。さあ、今回は、モザ R5 ね。で、グランプリレジェンド、ちょっと走ってみるよ。いつか待ちかで。ね。いや、楽しみだな。グランプリレジェンド。でね、何もしてないけど、自動的に認識してる。グランプリレジェンド。ね。びっくりした。で、ハンドルとかね、アクセルブレーキは割り当てをしました。ね。じゃあ、一か八か、本番、レース、あれレースってあれ、でも青いのがないじゃん。ちょっと待って、終わっちゃったんかな。あれこれ、体験版ってレースできないのかな。あれ走、うん、これどうやって遊ぶんだちょっと待ってよ。これで遊べるはずだよな。いいよ。これで、イエスに押して、これでいいはずだよね。で、レースになってるよね。これでいけるはずなんだよ。よいしょ。よし、行くぜ。Thank you.
めっちゃ楽しい。どこ？反対だよね。面白い。あ、ちょっと白すぎるかな。ちょっとオートだとさ、ものすごくあれなんだよね。ちょっと暗かったから。おいしょ。ね、こんなもんかな。ちょっと白すぎたかもしれないからね。あれ、これ画面上まで全部映ってる？大丈夫？ちゃんと。もうちょっと近い方が良かったかな。よいしょ。あ、そうか。明かり、前からも明かりやった方が見えやすいのかな。ね。じゃあもう一回撮り直そうか。ね。はい、おじいです。まずは R5 でグランプリレジェンドね、遊びます。フリー、無料です。これね。
で足元の固定がねちょっとしっかりしてないので動いちゃうんで、よし大丈夫かな、よし、はい、レース行きます。レースね、グランプリレジェンドのレース行きたいと思います。よし、いやーもう楽しいよ、レースゲームが何から何まで。いいのかな、ちょっと待ってね。うん、でロードアメリカコースは選べないのかな、他に。でレースでだからこれでいいのかな、よし、クラス、
い。
なんか見つけたね。いやー面白い。なんかリセットになったな。はい、そんなわけでグランプリレジェンドでもしっかりと楽しく遊べるよっていうのをね紹介しました。いや、このソフトはでもこれ無料ですね、これグランプリレジェンドではね、もともとなんだっけな、なんだっけな、現代版だよね、これね。まあ、わかんないけど、おじいの過去の動画で紹介してるので、無料なんで、これね。こんだけ遊べて無料なんで、楽しいよ、昔のやつね。ぜひ遊んでみてください。ああ、面白かった。いや、アセットコルサのがまだ全然楽だね、これ比べるとね。はい、一応、動作検証でした。参考になった方ね、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあね、下手くそでごめんね。